初優勝です。3年ぶりの優勝を狙う埼玉、高校生から社会人までバランスの取れた布陣で予選リーグを愛媛に4対0、宮崎に2対0と今年も危なげなく勝ち上がりました。70キロ級のホープ古賀副将に大きな穴がないのが特徴のチームです。今度は岡山と広島、地元の岡山なんですが、先方の真壁智恵、まず釣り込み腰で有効を取ります。この攻めも早かったですよ、はい、締めながら抑え込みに入りました。横四方固め1本、岡山先制です。続く大谷、ね、長野を破っています。今度は神奈川と福岡です。初優勝を目指している福岡なんですけれども、この五味川も実力者なんですよね、はい、全日本強化選手。大内刈り、技ありを奪いました。そしてそのまま抑え込み、はい、福岡は高校生大学生、非常に若いチームなんですけれども、それをその分チームワークも良くて一番波に乗ってる。茨城が和美里沙、アトランタオリンピックの代表選手。これなかなか面白い試合になりそうですね。そうですね、まあ、高森選手今大会非常に好調で、特に内股のキレが良く、ほとんど一本勝ちで勝ち上がってきてるんですね。そうなんです、まあ、ただ相手が和美選手ですから、どこまで高森選手が検討できるかというところですけれどもね、はい、今年岡山東商業から大阪体育大学に進んだ岡山の高森、そして筑波大学の2年生になった和美里沙の対戦、抑え込みに入りました。茨城の和美、抑え込みです。逃げられるか高森、崩れ紙四方の形。やはりこの辺りは和美選手の方が、そうですね、試合経験も上ですし、はい、うまくさばきましたけど、でも逃げれそうですよ。解けました、解けました、28秒で解けました。しかし行動感ルール25秒ですので、ここで技ありです。技ありが和美に行きます。やっぱりこの辺り諦めないっていう姿勢が大事ですよね、ここ技ありですとチャンスがあるわけですからね、はい、特に、はい、エースの大森選手が1点取られてますから、ここは高森選手なんとかしたいと思います。今そうですね、すくい投げですね、すくい投げですね、一本すくい投げが技ありになりました。そして先ほどの、抑え込みが技ありでしたから、合わせ技で一本ということになりますね、はい、中堅戦終わりました。茨城の和美里沙が岡山の高森恵美を破っております、はい、この辺りは貫禄ですね、先ほどの寝技の技あり、そしてすくい投げの技あり、合わせ技1本で茨城が取りました。これで2対0です。さあ岡山後がなくなりました。副将戦です。副将、茨城が斉藤則恵、帝京大2年生岡山が福原光江、岡山商大の4年生です。この斉藤、福原なんですが、共に本来の調子は今大会まだ出ておりません。そうですね、まあどちらのチームも下3人中堅戦までで勝負が決まってくることが今まで多かったですから、はい、まあ、あまり力を発揮していないというか見せていないのか分かりませんけれども、5人の団体戦ですので、ここまで茨城が2対0ですから、岡山も後がなくなりました。そうですね、有効でも取って、ここで大将に望みを つなぎたいところですね。勝ち星が同数の場合は内容勝負ということになります。特に茨城県チーム、木谷選手、まあ、先ほどの代表戦でも勝ちましたし、はい、まあ、今大会好調ですからね、福原選手がなんとかここで取って大将につなげたいところですね、はい、岡山チームは去年と全く同じメンバーです。去年3位に入った岡山、そして茨城は去年の準優勝チーム、去年の2位と3位の対戦です。まだお互いポイントがありません。この決勝トーナメントは試合時間4分で行われています。ここで待て。こちらは茨城の鬼沢義晴監督です。水戸市立緑ヶ丘中学校の先生です。今回茨城チームで参加している磯崎選手、和美選手はこの鬼沢先生の中学校時代の教え子になるんですね。なるほど、これもポイントなりません。上になっているのが茨城の斉藤です。
さあ寝技に引きずり込みます。そうですね、今あの足で相手のですね手と頭を挟んで、これ三角締めというんです。三角締めの姿勢から抑え技に入ろうとしているんですね。これで斉藤選手の体がですね腹ばいのような姿勢になりますと抑え込みになるんですけれども、はい、ここはなんとか逃れました岡山の福原、福原選手も寝技が本来得意な選手なんですよ ね、 そうですね、はい、まだベンチの大橋慎吾監督、岡山の監督ですが表情に余裕がありました。試合時間ちょうど半分を経過しました。ここまで両者技あり有効、ポイントがありません。福原選手は頭を下げちゃダメですね。払い腰か大外か、おっとポイントはありません。今度は上に岡山の福原が乗っています。待て、試合時間ちょうど残り1分半です。準決勝が行われています。今年の都道府県対抗全日本女子柔道大会、茨城と岡山の対戦。副将の岡山福原、茨城の斉藤です。内股どうだ斉藤、これもポイントありません。そうですね、しかし副審2人が有効を示しておりますので、そうですね、有効ですね。はい、副審2人が有効を示しました。有効です斉藤、内股が決まりました。ポイント斉藤リード。さあそのまま抑え込みに入りました。逃げられるか福原、なんとかね、先ほどの高森選手も28秒で逃げましたし、頑張って望みをつないでほしいところですけれども、がっちりと決まっていますね。さあ20秒経過します。行動間ルールですので30秒で1本です。あと5秒、斉藤が抑え込む。ここで試合終了のブザー、斉藤が抑え込み一本勝ちです。これで茨城は3対0、決勝進出を確定しました。まあ、今大会はですね決勝トーナメントに入りましてからも非常に一本勝ちも多くて面白い試合が多かったんですけど、さすがに準決勝からはですねもう行き詰まるようなといいますか、お互いポイント取れない引き分けでいくという展開が続きますね。はい、さあ地方戦です。茨城は大石泉、筑波大学の2年生、埼玉は武田敦子です。こちらは小松、社会人1年目です。これもなかなかいい組み合わせになりました。はい、鍋島さん、はい、引き分けが多いという話が出ましたけれども、埼玉の三宅仁監督の今大会の作戦はとにかく無失点でいこうと、団体戦ならではの、まあ、戦い方になるんですけれども、昨日の予選リーグ、それから今までの準決勝までで失点がないのは大収穫だ、決勝戦も無失点でいくと高らかに、宣言しました。三宅監督、そうですか。そうですね、無失点ということは勝つということですからね。そういうことですよね。まあ、勝つというと緊張するでしょうから選手は、はい、誰も負けないということなんでしょうね。いずれも全日本強化 B 選手同士の対戦ということになりますね。そうですね、茨城の大石も立ってよし寝てよしの選手。行き詰まる戦いに岡山武道館全体が重い雰囲気に包まれています。そうですね、でまあ、組手が大石選手が左、武田選手が右で喧嘩役になるんですね。そうなりますね。ですから組手争いが非常にこう激しくて、なかなか自分のいいところをお互いにこう持てない持たせないという感じですね。はい、仕掛けたのは武田。鍋島さん、はい、三宅監督のまた作戦なんですが、武田選手に関しては、はい、この選手はキャリアがものすごくあるのでここで流れを作ってほしいと言っています。はい、まあ、先方戦引き分けなどですからね、この地方戦取った方が決勝戦非常に優位になります。そうですね、どうだ、これはポイントありません。非常にいいタイミングでいい書き方をして
まあ、払い腰だったんですけれども最後の決めのところ、はい、引き手の引きが若干弱かったですね。大石泉の払い腰ですが、はい、惜しくもポイントならず。今年は全日本選抜体重別でも準優勝に入っています、はい、この時草壁に横四方固めで敗れてしまったんですね。まあ、武田選手あの大石選手に比べると少し年は上なんですけれどもね、はい、やっぱりあの草壁選手大石選手と若いですけれども、はい、やっぱり武田選手あたりがもう一踏ん張り二踏ん張りしてもらわないとですねやっぱりあの層が浅くな、はい、あの薄くなってしまいますのでここはちょっと元気を出してもらいたいところですね。本来非常に武田選手あの切れるいい技を持っているんですけれども、はい、あのちょっと怪我に泣いてた時期があったんですね、はい、それで試合から遠ざかってたことがありまして、まあ、それ以来若干調子を落としているところがあります。そうですね、まあ、しかし本来力を持っている選手ですからね、はい、こういった試合を通して感を取り戻していってほしいと思います。また武田選手は好調の時にはあの外国選手のような口利き倒しですとかねモルテ狩りも出ますよね。非常に思い切りのいい選手なんですよね。なるほど。さあ残り試合時間まもなく1分というところです。この地方戦もまだここまでポイントがありません、はい、非常に重い展開です。非常に行き詰まる展開。喧嘩四つの2人なんですが体格の方はいずれも身長が159センチ、体重57キロです。両者に指導が行きました。足を取りに行った。そうですね、もろ手狩りを狙いに行きました ね、ましたね。時々武田選手これ見せますね。なんとかこの雰囲気を打開しようと、そうです、ね、このムードを、ね、打開しようという技だったんですけれども実りませんでした。残り34秒です。こちらは埼玉の武田そして茨城の大石泉。ちょっと指が爪が大石の方ですね、はい、大石の方が割れたかちょっと血が出たかしたかもしれませんね、はい。まあ、山口さん普段も筑波大学でもこの大石をよく見ていると思うんですが今どうなんですか、はい、払い腰によく力を入れているって話も聞くんですけども。そうですね、あのもともと払い腰内股などを得意としている選手なんですね、ただあのその技のキレっていうのは昔から定評があったんですけれども、はい、あのどうしても、まあ、その技ばかりを狙ったんでは相手もやはり強豪揃いですから分かってしまうんですね。ですからその技につなげる足技ですとか、左組ですから右の背負い投げ、はい、反対の技ですね、などを最近は練習しだして、まあ、それが若干効き出したのでここのところ成績が上がっているようですけれどもね、はい、ここまでの大石なんですけども1回戦兵庫の柴原に一本勝ち、準々決勝福岡の中に引き分け、そして準決勝岡山の大森近くからポイントを取りました。鍋島さん、はい、大石選手なんですがね今ちょっとあの左のですね人差し指のあたりをそうですね、怪我したようですね。でもあの表情を見ましたどうやら試合には影響はなさそうですね。そうですね、はい、さあ試合再開です。残り33秒、地方戦先方の磯崎と猿渡は引き分けでした。さあどちらが先にポイントを取るのか、都道府県対抗全日本女子柔道大会の決勝戦です。体が崩れた茨城の大石ですが残り時間がなくなってきましたね、さああと8秒です。まあ、この試合を見てますとお互いに無理はしないでというような試合運びですね。やはりここでポイントを取られてしまうとかなり影響が大きい、やはりチームワークですね。もう埼玉県はもう仲が良くて、はい、みんな明るくて、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。放送席どうぞ。はい、ご覧のように見事今年の都道府県対抗第14回全日本女子柔道大会埼玉チームが3年ぶり2回目の優勝を飾りました。